あなたが先手です。四段の方対戦チャンネル登録よろしくお願いします。対局開始。さあ、電子中飛車。嬉しの流。秀ちゃん流中飛車。飛車無敵囲い。無敵囲いよろしくお願いします。相手も無敵囲い。五の拠点取っとくかな。そっちに囲う人か。そっちに囲う人だったら銀を進出していきましょう。歩ついて、まあ、1回は交換しますか。ここ合わせて、へえ、そんなんでいいのか。それでいいのか。何これ。2分30秒かくなろうみたいな。最初からそれしろうじゃないですか。最初からそれしろうじゃないですか。それ銀なれるけどどうするんだろう。え、詰んだよ。いいのこれ。すいません、ありがとうございました。おめでとうございます。ありがとうございます。あなたが後手です。初段の方対戦チャンネル登録よろしくお願いします。対局開始。さあ、鬼殺し、鬼殺し、鬼殺しか。嬉しの流、秀ちゃん流中飛車。秀ちゃん流中飛車。無敵囲いよろしくお願いします。これでどうだこの野郎。鬼殺しなんて無敵囲いの敵じゃないわこの野郎。続いて5億ついとこうか。はあ、マジ？これは、これさすがに、さすがに取っていいくないですか？何これ、ちょっとわからんな。わからんからちょっと支えとこうか。チャンスある？これ。いや、支えよう。なんかないっすかこれ。ないんか。2分。歩でもついてみようか。微妙なのか。まあこれ歩なりっすよね。で銀もらいましょうか。取るかも。取ろうかも。取って取ってでいいよね。で飛車打つ隙がないからこっち有利なんじゃないかっていう感じでどうっすか。本当に鬼殺しっすね。鬼殺しで生きてきましたみたいな。鬼殺しだけで私戦ってきましたよみたいな感じですね。1分30秒。いや難しいな。難しいからちょっと攻めるわ。よくわからんかった。夜これ5号強を狙いましょう。いや、1回歩を打つか。逃げる、逃げるか。じゃあ5号強打ってみるか。まあ、桂馬交換 OK としましょう。これでなんか鬱陶しいな、鬱陶しいな、なんか鬱陶しいな。これ金上がりあるわ。飛車打ち1分。これ取って飛車をこっから打ちましょう。いやー、なんか微妙だな。
多分8八角とかですよね。桂馬ちょっとよくわからん、本当にわからん、手がわからなすすぎる、難しい、お相手の手が読めない。取ったら成りがある、こういって取ってこうなって取って決まると、えーって勝ちかな。よし、ありがとうございました。先生の相手じゃないですよ、怖いわ本当。あなたが先手です。初段の方対戦チャンネル登録よろしくお願いします。対局開始。さあ鬼殺し、なんかどっかで見たような、漆の竜、どこかで見たようなアバターなんですが、秀ちゃん竜中飛車、さっきの方だろうか。無敵囲い、無敵囲いよろしくお願いします。こうしてとりあえず鬼殺しはさせませんでした。うん、どういくかな、棒銀できそうだな、歩ついていこう。それは何ですか。あ、まあ棒銀で攻めようってことか。一回歩をつくんかな。1回歩ついて5五角だったらまあ同銀でいいかな。そうでしょうか。5五角ってことだよね、多分。違うのか。2分30秒。うん。で、相手の棒銀が止められないので、よく寄っとこう。引いといて、こうしといて、これな、引いとく？引いとこうか。相手歩切れなのか。なるほど、歩切れか。歩切れならば、2分。この辺からいくか。銀がどこかに行く。銀上がっとくか。この辺で。相手から何もできないと思うんで、どうなんだろうか。これは3五歩行きたいですね。あ、歩浮いてるのか今。今見たら歩浮いてるわ。歩浮いてることに気づかんかったわ。行きましょう。1分30秒。取ります。取りますか。あー、桂馬取るか。もし桂馬で歩取ってきたら、反対側に桂馬を飛びましょう。これなんだ、これよくわからん。あ、そこ取るんか。あ、それやばい。あ、それやばい、それやばいってだわ、それやばいて、だいぶやばいて。あ、それやばいな。ちょっとこっち行こう。1分。いやー、それちょっとやばいな。ちょっとよくわからんくなってきた。どうすればいいんだこれ。金上がって玉上がっとこう。桂馬飛ばせたくないので一回。何それ。読めない相手の手が。
強いのか、強いんでしょうね多分。相手の手が読めなさすぎるな。いやーこれちょっとミスってるな。こっちから攻める手がない。これ銀バサミ案件、金を進出。で歩ついといて、まあ同歩でも同桂でもいいんですけど、で金上がる。歩で追い返してきたら2四歩と打ってどうすかっつって、でここ歩打てるので OK で、これは飛車を転換して大丈夫ですね。困ってそう。いやこれはまあだいぶ有利にはなりましたが、30秒。ただまあちょっとなんか攻めが難しいな。決め切りたいんですが、決め切りたい。ありがとうございました。一局を振り返っていかがでしたか。まあ一手一手ですかねこれはね。はい、ありがとうございました。